警視庁公安部から来た野崎だ。今日は、おい、誰だお前は。公安と別班は東大に行け。おう、野崎だ。おう、野崎だ。本当に東大から来た野崎だ。おう、ほな、東大生考察でコンテンツ全部見、東大生。はい、大島康之さんだ。ビバンの、うん、YouTube をやらせてもらってる。うん、さっきモノマネを教えてもらったから、うん、ちょっとだけクオリティが上がってる。上がっている。明らかに、ちょっと前の考察動画を見てくれ。ええ、頭と教えでやってるから、ええ、それの5倍ぐらい今上手くなった。東大に行け。うわ、うまい。フレーズはあんまりない。というわけで、はい、しまいました。考察をいつもやらせてもらってますけれども、安倍さんに、はい、ビバンの中で野崎さんが結構主人公側なんじゃないかという考察を僕は初期からしていたんですけれども、まさに野崎さんが視点人物になりましてね、はいはい、野崎さん目線で視聴者を見るという感じになっているものの、野崎さんも怪しいんじゃないかなという話を直接聞いていきたいと思います。あんまりね、ビバン側だからそこまで答えらんねんけど、なんで起きていいか。あ、まず、なんであんなにジャミーンに嫌われてるんですか。ジャミーンに嫌われてる、嫌われてるかな、いや、そんなに嫌われてないかな。気づいてない。気づいてないですよ。ジャミーンと。めっちゃ嫌われてますよ。いや、でも病室行ってるよ、たくさん。行ってるだけでしょ。いや、でも、あれ、私たちハリー・ポッターは。ジャミーン見てるか分かんないですよ。いや、でも恥ずかしがってるだけで、ジャミーンが。ハリー・ポッター、野崎は好きなんですか。大好きだ。超好きだ。スネイプ社との会合がありますので。おう、もうすぐ仕事が。あれ、意味分かりました。なんかあるんだろ、それ。な、あるんだよな、そういうのが。乃木からのメッセージは伝わってますか。あれ、あなたは警軍の一角。おう、乃木、眼光支配に徹する。あれも通じてますかね。まあ、なんか、頑張ってくださいみたいなことな。まあ、あとあれですよ、急に、その前、急にリュウ・ミンシェンの話をし始めたところね。リュウ・ミンシェン、まあ、昔俺の部下でいたんだ。そいつにお前がよく似ててな。まあ、今はもういなくなっちゃったけどな。俺のことを俺に認められようとたくさん働いてくれて、行き過ぎた捜査をしまったんだ。これの何が怪しいんだ。やっぱ長ゼリフはうろ覚えなんですね、ちょっと。ああ、そうだね。あの辺忙しすぎてちゃんとやんなかった。あ、まあね、結構野崎さんの出演シーンも多かったですよね。そう、あそこでちゃんとやってれば今 YouTube がこんなことになんなかった。こんなことにって言わないで。尺を引き伸ばすための。と、何が怪しいんだ、あれな。あそこで急に話し始めて、リュウ・ミンシェンは本当に死んでるんですか。死んでるだろ。あ、そう。死んでないのかな。自信ない。最後はどういう別れだったんですか。最後はほら、なんか行き過ぎた捜査で、危ないところに行っちゃったんだよ。それもまた乃木と同じ。ああ、確かに乃木と同じとも言えるし、そうじゃないかもしれないな。何も知らないんだ、野崎さんは。どっちかな。あれは、なんだ、公安の部下は優秀ですか。公安の部下は優秀。新庄。新庄。新庄全然ダメだ。なんだあいつ。公安の新庄は毎回取り逃がす。なんで新庄にやらせるんですか、分かってて。いや、新庄ができそうな顔してくんだ、いつも。あ、まあ、確かにね。まあ、野崎さんも経験したことだと思うんですけど、若い時、あまり背高い人が尾行って向いてないですよね。そうだね。ね、ちょっと身長でかすぎるもん、ね。身長でかすぎて、なんか信楽焼のタヌキを持ってこうしらばっくれてましたけど、もうモデルさんが一人いるなって感じでしたもんね。そうだね、商店街で、ね、なんか商店街のなんか入り口もちょっとかぶってんじゃないかぐらいの、ね、頭当たっちゃうんじゃないかぐらいの。野崎さんも若い時は苦労したんじゃないですか。そうだね。ね、やっぱいろんな髪にこうぶつかってたから。パッと振り向かれた時に横向くみたいな訓練もあったんですか。あんたってこう、横にもぶつかってる。ぶつかるんだ、全部ぶつかるんだよね。でも今は鈴木に任すしかない、ね、鈴木はどうですか、英語読めてなかったですけども。あいつもダメだな、ね、ダメなやつばっかりだな、ここは。ノーネームって書いてあったから、あ、これからですとか言って。ノーネーム、
さすがあいつバカだよ。なんで入れてるんですか公安にみんな。いやまあちょっと愛嬌あるしね。まあね、鈴木公安愛嬌大事って言いますもんね。そうだよ。潜入捜査、まあ鈴木は確かにこういろんな人に変装していろんなところにこう入っていくとできそうな見た目してるなと思うんですけど、うん、そうだよ。新庄は明らかにまずそんな見た目じゃない、うん、新庄ダメだ。野崎さんもあんまりいろんなところに紛れ込めないと思うんですけど、うん、若い時はどんな捜査してたんですか。俺は若い時はもうバリバリ働いてたよ。だから、うん、どんなところに入って、うん、例えばどっかの工場に入って、うん、こう隠蔽工作してるのを暴くとかそういうのもやってたんですか。そういうのもやってた。できます。まあその下町ですか。下町ならなんとか。比較的ロケットを作れるから。ああそうだね。バルブとか。なるほど、うん、やってた。そういうのは大丈夫。そういう時は、うん、こう葉っぱかける時とかどんな感じだったんですか。中小企業が夢見て何が悪いんだ。目立つでしょ。目立たないよ。工場長役だったけど。あそう、うん、弁護士だった時とかもあります。弁護士だった時もあるね。あちゃんとなんか弁護とか裁判とかやってたんですか。ああ、いや学校行ってたね。なんで学校で。なんで東大生を輩出してた。珍しいですね。明日も公安だから。ああ未来の公安生は東大に行ける。言ってたんですか。目立ちません。そんな人あんまりいないから。目立ってたかな。大学の先生とかだった時期もあるんですか。大学の先生だった時期、うん、大学の先生だった時期。あれないっけ。大学の先生だった時期。オカルトに詳しかった時期。ああ、あれ大学の先生だ。大学の先生、俺の方が詳しい。教授だ、教授。教授あったでしょ、日本限り教授ね。で、どんなことで、ところ行ってたんですか。危ない目にもあったんじゃないですか。あったね、不毛村みたいなとこ行った。ああ、どんな感じだったんですか。出口、ブラジル出口だ。おお。やったね。ひどい目に遭ってるじゃないですか。まあそれ経験があって今があるっていうね、ことですか。怪しくないだろ。怪しいけどな。大使館でちょっと抜け出した時どこ行ってたんですか。 TVer でも話題になってますよ。おなんだ TVer って。 TVer 知らないですか。誰だそのおでっての公安の情報漏らしてんのは。めちゃめちゃ漏れてますよ公安の情報。おい誰だ。無料で全話漏れてますよ今。新庄だろ。新庄だ。どうせ新庄だろ。え大使館。大使館でちょっとやることがあるって言って抜けませんでした。ちょっと最後にやることを思いついた、うん、ナジムついてこい。ナジムと一緒に。怪しいな。あれはナジムにコーラ用意させてただけで。だけ。ナジム。まあそうか、うん、それもね時間稼ぎに役立ちましたもんね結局ね。そうだろ。そうね。どうだ。確かにな。ナジム穴はないですね。そうだろ、うん、私のメール見てないの。それはナジム。ナジム。ナジムね。ナジム。その片言シリーズね。ナジム元気か。片言シリーズで僕がやっぱ今でも許せないのは、うん、御社が弊社を見込んでくださったのかしら。喜んでおりました。お前ありだな。嘘すぎるでしょ。怪しい人だらけのドラマですけど。先行投資かと。先行投資をしてくれたのかと。あと1かも2かもないでしょ。仲裁する山本ね。山本ね。くだらないやつもあったんですけども。あったな。あとね、ドラムがどっか行っちゃって、そろそろ来るって言ってるんですけど、うん、ちょっと呼んでもらっていいですか。おい、ドラム。おい、ドラム。お前、うまいもち越してやるから、どういうこと、ドラム。ドラムも敵なんじゃないですか。テントなんじゃないですか。どうかな。知ってるの。いやもう全然わかりませんでしたけど、この野崎さんの表情から皆さん考察してみてください。ありがとう。また考察してくれ。真実は日曜日夜9時から放送されます。ビバンぜひ見てくれ。ありがとうございました。ありがとうございました。おうまいな。一応おまけでつけておきますこれ、うんうん、あの何の説明もしてなかったんで。そういえば、あ確かにね。関係性みたいな、ね、確かにね。そういえば、はい、矢崎さんの動画では説明してるんですけど、ちょっとね、はい、メイクしながらね。そう、はい、あの、うん、早稲田大学お笑い工房ルードのサークルの先輩です。そうなんです。はい。誰だよ。もうあるしね。あ知って。いやさすがにビバン見てる人は知ってるでしょう。一応タイタンという事務所に所属してる芸人で。確かに。っていうのも言わなきゃいけないし、めんどくさいんですよ東大出身の
クイズタレントでもありみたいなね。クイズタレントでもあるんですか。もともとだってキュン様とか準優勝とか僕4回ぐらいしてるからね、本当は。大学時代ですよね、でもあれ。大学時代もそうだし、デビュー1年目とかもそうです、ね。ああ、うちで。螺旋階段めちゃくちゃ強かったんだから俺。いや、すごいわ、あれ。そう。でも優勝だけしてないからやっぱ変な感じになってて。誰に負けてたんですか。宮崎美子さんとか。あ、吉子さん、え、カズさんとかは？カズさんとかには勝ったり負けたり。ああ、すげえ。勝ったり負けたりでも本当に。あ、そうなんすね。そうそうそう。すげえ。で、そこから東大王ブームが来て、はいはいはい、デジロなくなるっていう。クイズノックに。クイズノックが全部持ってきちゃって、時代とかもあったりとかして、そうですね。あ、そうなんだ。で、大学お笑いで、そうですね。サークルでやってて、はい、あの、同じコントグループみたいな。そうですよ。4人。5人とかでやって、はい、各学年から1人ずつ取って、はい、新喜劇みたいなことをやるみたいな。そうです。朝読書ですね。朝読書に始まりまして、はい、朝読書というグループ名2年1年だった時に始まりまして、はい、そこから、2年3年3年4年ってこうちょっと上がってくそうそうのをやってましたね。やってました。朝読書っていうねユニットね、その朝読書っていうその小学生の朝の10分読書の時間みたいな、はい、今あるか分かんないけど、確かに僕らの生まれ育った時はあったんですよね。そうですね。で、そんな時に全員静かにできないっていうだけのコントをやったのが1個目ね。あ、そうですね。確かそうですよね。はいはい、1人先生で4人あと生徒で誰も静かにできないっていうだけのコントなんだけど、そのコントから先に作ってユニット名を決めなきゃいけなかったんだけど、はい、めんどくさくて朝読書にしちゃった。あ、そうだったわ。じゃなかったっけ。そんな気します。そのサークルもまあいろいろね、はい、花子の岡部さん、すごいですよ、ひょっこりはん、ひょっこりはんで、アンゴラ村長、アンゴラ村長、最近テレビ、カニ刺され綾子、あ、カニ刺され綾子、ツンツクツン万博、万博ご存知ですか。え、ルード、あれ、あの、それ残したじゃないですか、そのサミットっていう集団を、はいはいはい、あれ安脇さんが抜けた後に入ったんですよ一瞬。え、ナイトってツッコミの方。あ、そうなんだ。そうです。え、結構すごいねそう でもナイトは一瞬で辞めちゃって。あ、そうなんだ。一回卒業してから社会人やってまたお笑いに戻ってきた。みんな執着心が強いこと、だから朝読書のメンバーも一人は NHK ディレクターで今村たもりやってて、はい、であれは柳沢さんは TBS の今や AI でもまだなんかバラエティとかも作ってる。そうそう。でジーパンパンダホシロは、はい、あの NHK 新人大賞とかね、いろいろ、はい、めちゃ強いです。めちゃ強いです。であの時から鶴の顔でめっちゃ笑い取ってたからなこれはやってなかったですけどね。そうね、うん、でも森泉さんみたいなキャラは確かにもうやってたからね。一人だけなぜか女の子にしてたからね。そうでしたね。そう、僕らはキャップとかかぶったり半ズボンとか履いて小学生の男の子たちだったけど、女子だったからね、なぜか女子だった。そうそう、カツラかぶってなかったですよね。カツラかぶってなかった。気持ち悪い全く意味わかんないんだけどで当時もやっぱこうエンディングとかでやっぱ、まあ、ラパルフェ、当時リレンザっていう名前だったけど、はい、あの変な名前から変な名前に改名したおなじみの癖強い名前にね、覚えづらい名前から覚えづらい名前に改名してる珍しいパターンなんだけど、まあ、当時リレンザの時から、まあ、ネタもちゃんとこう設定で作った上で、はい、そのエンディングのウッディのモノマネでその日一受け取って暗転みたいな、いや嬉しいことばっかりだったから、そんなことまで覚えて当時から。で俺は俺でそんなにネタ、まあ、当時は作ってたけどやってましたよ。すごいやってたんだから、まあ、やってたけどいろんなサークルの人と組んでは解散し組んでは解散しって。そうね、4年間で12個ぐらい組んだからいないよ、そんな人いないっすよそうでもサークルの飲み会とかには参加しないで、こうみんなのネタを考察してたからね。そのあ、確かに。そうなんか安岡さんにとりあえず聞けばみたいな風潮ありました。風潮はあった。その日ネタ見せてなかったり、その代の1年生はまだ俺のこと知らないからどんな人かもわかんないけど、とりあえずあの人の好評を聞きなさいみたいな謎の雰囲気だったから。確かにそうだ。だから考察とモノマネで飯食うとは双方思ってなかったけどでもみたいなことはもうやってた得意なことはやってたんだ。そう思う。なんか今日鶴に会う前に思い出してみて、あ、なんかここ2人はやってることあんま変わってねえなみたいな。確かに。ちょっと感慨深くなりました。いい話でした。そうなんですよね。付き合いはめちゃくちゃ長いですからね。そうですね。もう10年来ですからね。最近会ってなかったですけど、うん、一番最後に会ったのはサウナですね。おー
ええあれいつだっけ2、3年前じゃないですか多分もうちょい前かなえどこのさえあれどこだっけあれ新宿だと思いますよああテルマイルかテルマイルあそうだ3年前ぐらいコロナ禍より前だと思うからですね2019年ですねなんか座ってるピンクの髪が着ていると思ってよく見たら安岡さんだあピンクの髪だったらでも2020年以降だわえうんピンでもピンクでしたこれコロナ禍以降だからこれあでも確かになんかすごい喋ったわけじゃないですサウナで会ってそうだよねああみたいなそうだよねうわあったわあれぶりです、ね、あれぶりかはいというわけで意外なつながりがありますという話です、はいはい、ありがとうございましたそっちのチャンネルなんでめっちゃ喋っちゃいましたいや嬉しいですおまけでしたありがとうございますありがとうございますまたお願いします